こんにちは、少子子です。こんにちは、キヨです。はい、夏真っ盛りですね。暑いですね。暑い日が続きますね。で、今回はハイビスカスとホオズキですね。いいですね。はい、はい、また新しいことをやるんじゃないですか。頑張っちゃうわよ。はい、こういう材料を使ってます。はい、まあ、まずあの岩彩がクレタケさんなんですよね。そうです、はい、綺麗な色ですね。はい、水彩画用の、まあ、絵の具と似てますよね。似てます。はい、小筆はほとんどっていうか全部書道のね、書道用ですね。小筆ですね。はい、はい、で今回は河川紙を使って描いています。はい、それでは清先生よろしくお願いします。はい、やってみます。はい、まずですね、何でもいいですから画用紙、私はいらなくなった画用紙をですね、こうやって半分に折って、はい、今からこんな形を描きます。何をやるんでしょうかね。ハート型でもいいんですけどね、うん、上の方をちょっとあのくぼみを作ったりするとハート型になるんですが、うん、今日は、うん、もうまっすぐにしました、はい、簡単に、はい、で切り抜きます。今切ってますね。はい、はい、切ってますよ、はい、ほらこんな感じ、初心者マーク初心者マーク、そう、懐かしいわね。はい、はい、今日は画線紙はがきです。はい、にじみがあるはがきです。はい、これを使ってまず、はい、こっちのね、型抜きの方を、うん、見えますか皆さん。見えますね。こんな感じでちょっと斜めに置きます。はい、そして出ました、ティッシュペーパー。任せてちょうだい。今回はいつもと違って画線紙、にじむはがきですけど、うん、大丈夫ですか。多分大丈夫。はい、あんまり言わんで。はい、ね、言いません、うん、はい、紅とオレンジを混ぜ合わせた色で、はい、ほおずきの外側の色、うん、それを作っています。これ朱色と紅を混ぜた今。そうそう、そうですね、今言った言いましたね。言いました。ほら見て見て、なんとなく表面が似てると思わない。はいはい、ちょっとくしゃくしゃくしゃっとした感じ、ね、その感じを出すために、ね、ちょっと早く見たいんだけど見せないんですね。それはちょっと楽しみ、ね、楽しみですよ。はいはい、これね、なんていうかな、外側の方をちょっと濃いめにしたいような気持ちで、はい、うん、叩くといいと思います。はい、どんな風に出来上がるんだろうね。今交差しました。はい、そしてこれをですね、ちょっと待ってね、今色作ってます、ごめんなさいね。あ、お皿に今色作ってますね。はい赤色と結構足りなくなります。紅を混ぜてます今、ね、はい、すいません、はい、そしてティッシュに、新しいティッシュにしました。でももう一回濃ゆくしちゃってますね、うん、外側につけました。はい、そしてからの、お、真ん中に移動。はい、真ん中に移動いたしました。皆さん、ハートみたいなの、初心者マーク、初心者マーク、じゃあまた濃ゆく、うん、そう、早く見たいね。じゃあ見せてあげる。はい、じゃ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 ーん、おお、ほおずきだ。とりあえずほおずき、ほおずきに見える人手挙げて。はい、はい、あ、300人ぐらいの人が手挙げてます。あと下手を上手に描くよ、うん、下手を上手に描く。こんな感じでいいかな、はい、まあライン描いてもいいんだけど、お、あれまたするの。向こう側の膨らみをちょこっとだけ見せようかな。手が込んでますね、向こう側も。向こう側もちょっとね、ちょっとだけよ。はい、こうして、うん、もう片方もね、向こう側がちょっと見えてるの。ちょっと見える感じ、あんまり変わらないかもしれないけどさ。あ、どうよどうよどうよ、いいですね。そしてこの先端だけをちょこっとだけね、うん、よし、これで OK。 皆さん輪郭を描いてもいいですからね。出来上がりました。はい、じゃあ言葉お願いします。はい、
はい、今回ですね、特別編ですよ。そうですよ、皆さん、キヨ先生が透かしほおずきを、はい、おまけです。これはおまけです。じゃじゃん、ほら、これ先日使ったの皆さん覚えてあります？冷蔵庫の中に入ってた桃の外側にあったカバーしてるやつね、傷まないようにね。網です、網ですよ、うん、先ほど使ったこの切り抜きを使います。つける、うん、これは黄土色とさ、なんか指についてるやん。やめて、言わんとって。左で汚れてるよ。みんなには見えないかもしれないのに言わんとってくれる？見える見える。え、嘘、正面焼き見える見える。さっき炭がついたとったい。まあいいでしょう、絵には関係ないから、うん、ちょっと許してください。これは、もう網のところを、そう、表現したくって、表現したくってやってるんだけど、だからどっち向きでもいいんです皆さん。とにかくその網目になるようにハンコ式にやってるっていうことね。イエス、そうです。何かにまだ使えるだろうと思って撮ってました。これ書くとわざとらしくなるけど、これいいかもしれない、わかんないけど。でこんな感じでやって、もうこのぐらいでいいかな。はい、こんな感じです。おー、できました、できました、うん。でこれでね、中心にラインを引きます、はい、そして外側左と、右に膨らみを書いて、はい、一番外側にも膨らみを書いて、しっかりほおずきの形です。向こう側のほおずきの見えてる状態ね、うっすらと書きます、はい、そしてヘタを上手に書きます、はい、でこの後です皆さん、はい、ここからが楽しいんですよ。お、間に入れていくの。ね、こうわ、すごいね、本当ね。可愛いでしょ。うん、身が中にね、あるように見える。おお、これで出来上がりましたね、ほとんどね。はい、こんな感じで皆さん楽しく描いてください。はい。はい、では言葉をお願いします。はい。それでは少子子先生、今日は何を描かれますか？ハイビスカスを描いてみたいと思います。キャー、素敵ー。そんな言わんと。普通になんか朝顔を描くときみたいな感じなんですけどね、うん、見えるかな、薄く描いて大体5等分にするんですよ ね、 そうね、大体5枚だから5等分にしてます、今。はい、ちょっとこうよく描きますね。あ、見え始めたかな、このくらい角度見えんか、手前短く、向こうが3本はちょっと長めに描いて、はいはい、枠が丸くあります。はい、はい、でこれに、はい、今から何かな、花脈っていうのかな、それをですねつけるんですけど、まず花芯をグッと、長い花芯をこれ画用紙はがきじゃなくて画線紙が、ごめんなさい、画線紙はがきなので吸い込みがあるんですよね、はい、でその吸い込みを利用してこうやって、はい、まあ白だと分かんないので、少し今回は薄くこうピンク色を入れてます。わざとね、分かりやすい、わざと。もう描きながらだと口がまめらない、うん、で鼻脈かなり書いてありますね、うん、これでね、なんかくぼんだ感じに見えます、うん、はい、そしてくしゃくしゃっとした感じの花びらの表現ができるんですね、うん、で今からね、この白がね少し浮き出るんですよね、うん、はい、はい、今から紅でしっかり花を描いていきます。紅一色ですね。紅一色です。あ、なるほど、一本一本ラインを引くような感じなんですね。引くような感じで塗ってます。ですね、横を長くして手前を短く、これはね、基本ですね、で花びらと花びらの間を少し開けたり、多く開けたり少し開けたりとか、そんな感じですね、あ、中から描いてもいいし外側から描いてもいいんだね、どっちでもいいですね、はい、あ、なんか雰囲気出てきた。
すごいじゃん、これ、ね、すごいじゃん、すごい志向先生。そんなに言われても、はい、図が高い君、はい、こういう感じになっております。楽器リアルですよね。ちょっとリアル系ですね。ちょっとね、紀夫先生にはちょっと及びませんけども。私リアルじゃないですけど。いやいやいや、あの新しいことちょっとできませんけどね僕。でも十分です。はい、十分です志向先生。これね、白く抜いたところに 赤いラインを入れて、いかにもですね、花芯がつながっているように見せますね。で、根元にはちょっと影みたいな。これ何色ですか？これ黒と藍色がちょっと混ざってるんですよ。はい、はい、黒と藍色です。皆さんもう黒でもいいですね、薄い黒でもね。で、紅をつけて、でもなんか黒を直接つけるのって怖いですよね。そうですね、藍色を少し入れますね。そして、ね、茎を描きます。茎の色は何色ですか？これはね、ヨモギ色を使ってます今回は。これヨモギなんですか？ヨモギですよ。ちょっと濃いめに使ってます今回ですね。で、この葉っぱがですね、この花にちょっと重なっているので、はい、向こう側にあるように見せるために、あの避けて描いてます。もうそういうところもリアルですよね。そうするとあの立体として見えてくるっていうかな。そうそうそう。あ、先っちょをピッと出すといいですよね。そうですね。あんまりいっぱい描かないで、もうこのくらいしておきますね。あ、いいじゃないですかこれ。で、こっから、はい、どうしようかな。ん？あの花芯のところにね、はい、その上の花芯のところからちょっとつなぎで、アクリルの白を使ってみようかな。アクリルの白 で、あの逆転の発想なんですけど、あ、赤い方ところに白をつけると、こう不思議にね、つながってるように。そうですよね、白っていう感覚あんまりないんですよね。そしてここに、まあ、動きのある、はい、まあ、出たキャラクターをね、ちょっと出したいと思います。しこちゃんキャラクター第2弾、トンボですね。2弾目かね、これって。そうですね、どうかな。結構今まで忘れちゃった。今までいろいろありますね。流すだけかもしれないけど、あったよ、ね。赤トンボです、これは。今もうすでに飛んでますよ先生。そうですね、ね。で、羽はね、ブルーにしました。ちょっと色的にね、可愛いですね。これにですね、はい、スパッタリングで空の雰囲気を出します。横に、横にね、動かしますだよね。それはわかるんだ私にも。このくらいでちょっと濃いめにしようかなと思ってんだけど。綺麗綺麗、アサギ色ですよねこれ。アサギですね、はい、はい、あ、いい感じ、夏の雰囲気です、はい、これでね、いいですかね大体。はい、いいと思います。濃くします。はい、じゃあこれで言葉を入れたいと思います。お願いいたします。